てめえどこ見て掃除してんだよ。すいません兄貴、服汚れちまってます。これの一丁羅だぞ。わざとじゃないです。言い訳すんな。下僕のお前には制裁だ。やめなさい。なんで邪魔すんのか。弱い者いじめしたらボスにチクるわよ。しけちまったな。大丈夫？助けてくれてありがとうございます。うん、いつも掃除してくれてありがとう。いやー、参ったなぁ。はい、これ。ほら、今日バレンタインだから。嬉しいです。手作りだから美味しいか分かんないけど。手作り参ったなぁ。お前、玄関汚れてたぞ。勝手に入ってこないでください。住み込みの分際で調子なんだ。でも、プライベート。てめえにはプライベートの人権もねえんだよ。なんだ騒がしいな。ボスよ、こいつまたサボってましたよ。掃除は全て終わらせてます。どうすんの？弱いやつは働き方も選べねえ。ええー、朝まで掃除しとけや。行くぞ。へぇ。そんな、明日デートだよ。お待たせ。全然、急に会いたいってどうしたの？今日、ホワイトデーだろ。お返し渡したくてさ。ありがとう。実は翼さんのことが好きでさ。え、付き合ってください。おい、また仕事サボってやがんのか。またあなた。てめえこいつの何なんだよ。私は別に。翼に手を出すな。てめえこいつに惚れてんのか。関係ないだろ。てめえらまたこんなとこで油売ってんのか。プス給料天引きすんぞこの野郎。それだけは勘弁してください。慌てちゃってかわいい。翼もいんのか。ボス、お疲れ様です。おい、バレンタインのお返しだ。ボスにも。ボス大好き。モテモテだなこの野郎。待って、翼さん、僕にもチョコくれたよね。うん、手作りだろ。本命ってことだろ。いや、どもそこに決まってんじゃん。ええー、今日はハーレムだぜ。そんな。